本日は AWS サミット東京2016エンタープライズ s e ビジネスイノベーショントラックにご来場いただき誠にありがとうございますただいまよりビジネスイノベーショントラックを始めさせていただきますこのお時間は AWS がもたらすエンタープライズにおける QCD の実現と題しましてキャノン株式会社映像事務機 DS 開発センター首席研究員柳田隆様よりご講演いただきます皆様盛大な拍手でお迎えくださいすみません キャノンのと申しますどうぞよろしくお願いいたします。えー、あの、早速なんですけれども、えー、我々がですね、あの、システムをですね、AWS に移行した、その経緯とですね、あの、その結果としてですね、QCD の実現をそういう、あの、どういうふうにそういうことを進めてきたかということをお話しさせていただきたいと思います。で、あの、この図にありますようにですね、我々は、えっ、ー、と、ここにある7つのサービス、 をホスティング環境で今まで運用してきております。でそれをあの2年前にですね、AWS のクラウド側にシフトすると、まあ、そういう計画を立てて、いろいろ施策を打ってきたと、そのご紹介をさせていただきたいと思います。で、あのこのサービスというのはですね、我々の,あのキャノンが作っている MFP とか、 まあ、スマートフォンのアプリケーションとか、まあ、ブラウザのアプリケーションとかそういうのを連携したサービスでしてプリンティングソリューションであったりですねデバイスからの情報収集して分析するシステムだったり、まあ、そういうものが、えー、とクラウドサービスとして動いておりましたであのまずもう QCD の話なんで結果としてこうお見せしますけれどもあの、まあ、全体としてはですね先ほど7つのサービスをですね AWS に移行してですね リリースがですねあの、まあ、年3回リリースだったのです、ね、もう週に何回もできるような状況になっておりますこれはあの以前のホスティング環境です,ですとあの例えば年3回なんですけど12時間ぐらいシステムを止めてそれからあの新しいバージョンにリリースするとそういうことをやっていたんですねでそれがですねもう当然のようにですねクラウドですから無停止で もう何回もアップデートできるというような形になっております。それからまあいろんなインフラやネットワークの問題であったり、そういうインシデントみたいなのがすごい起こってたんですけれども、まあ、AWS 移行した後ですね、えっ、ー、とそういう状況が五分の一以下。これ本当はもっと計測するとあのもっと少ないんですよね。まあ、AWS に移行することでこういうことがあの結果として出てきています。でさらに脆弱性診断。これはあの我々は後でご紹介しますけれども。 ホワイトハッカーという人たちを雇ってですねいろいろ脆弱性テストをしているんですけどもこれがもう激減しているとでこのプリントサービスのところに書いてあるのはこれはですね、まあ、一番サービスの中で成果が出たプロジェクトなんですけどもホスティング時代よりですねコード量がもう5分の1に減りました。 で運用コスト5分の1インフラコスト4分の1評価コース4分の1開発期間も3分の1でこの3分の16か月なんですけどもこれ単に移行するだけではなくてですね自動化を含めスクラッチで作り直してますでこれだけの効果を出せたっていう話をこれからさせていただきたいと思いますでもともとホスティングの頃にあった課題っていうのがこう大きく4つあります でまあ、小さい字で書いてあるんですけどもこのシステムインフラのなんか制約が不明瞭だったりしてこうすごくチューニングであったりそういうところにすごい時間かかってたんですねでそれであの本来サービスの機能としてあるべきところになんか注力できないと我々はもうネットワーク設定どうすりゃいいんだミドルウェアのチューニングどうすりゃいいんだってそんなことばっかりやってたんですねでそういう課題が大きくありました でさらにリリース作業時,時間がかかるとこれ先ほど言いましたように年3回アップデートかけるときにシステムを12時間止めるとでその12時間止めてアップデートかけるんですけどその間にもトラブルがどんどん出てくるんですねでこれ12時間で間に合うか間に合わないかってそういうことをやってきたわけですでさらにですねこれを改善するためにですね自動化をしようかなといろいろ施策打ったんですけれどもそのホスティング環境ですと API ででで制御できない部分たたくさんんあったんですよ、ね、でこれでもう自動化やりきれないとでさらにもう自動化するのに自分たちでやらなきゃいけないがすごい大量に出てきてすごいコストがかかってしまったと、まあ、さらに4つ目として監視管理しにくいと、まあ、あの監視しようと思ってもですね例えばネットワークの設定設定というかそのログであったりそういうところが全てが取れるわけではないの。 そういういところで,ですね、すごくあの、まあ、ジレンマというかその手出ししたいのにこうやれないというようなところがすごく大きな課題としてありました。で我々として QCD って一体何だと、まあ、QCD っていうともう本当にいろいろな面から見るといろんなものがあると思うんですけども、まあ、品質であったり安定性セキュリティとまと、あ、コストに関してはもう 単なるインフラコストでであったり、まあ、作業コースですねそういうものであったり、まあ、デリバリーなんていうのも先ほどの12時間止めてまでやるみたいなそんな、まあ、そんなの正直ありえないと思ってましたでここを大きく改善すする必要っってやっぱありますよねとただこれ一個一個何とかしていくっていう視点ではなくってもっと根本的にやっぱ見直さなきゃいけないんじゃないかっていうふうに我々は考えてました。で AWS ってどうでしょうともうこのグラフってよく見られる方がいると思うんですけども,もう本当に驚異的ですよねなんでこんなことできるんだと、まあ、まず我々としてはですねあの AWS に移行するにあたってここから入っていこうとできれば AWS のようにやりたいと。 まあそういうい気持ちが強かったんですねでその視点で,です、ねえー、と我々がです、ね、注目したというところは API によるコミュニケーションと AWS はそのチーム間のコミュニケーションも全て API でやるという、まあ、そういう方針というかそういう考えを打ち出してやられているとでここにやっぱ何かあるんじゃないかと我々はすごくあの考えました。 でさらにですね AWS は全てが API で制御できるとここがやっぱり肝になるんではないかというふうに考えておりましたで例えばその、まあ、ここの部分を紐解いていくとですね、まあ、ここマイクロサービスの話が出てくるとですね、まあ、必ず AWS の話が出てくると思うんですけどもこの右側にあるようにですねマイクロサービス の単位とチームの単位っていうのは一致してるんですよね。でよくあのツピザルール、まあ2枚のピザを食べられるチームにあのそれ以上人数を増やさないとでそういう考え方があります。でそれが APA のコミュニケーションをするってどういうことだ。まあここら辺にちょっとあの 書籍上げてありますけどこの辺読むと分かると思うんですが、まあ、API っていうのは認証認可対象操作と、まあ、こういう要素に分解され,れるんですけどもあのこの対象っていうところをマイクロサービスとかチームとかって考えてしまうと、まあ、ここで出てくるのはインターフェースっていうのがその対象の間でやり取りする重要なファクターになってくると思うんですね。だそれってどういうういいことかっていうとか まあ昔でいう OOP や DDD と言われるそのオブジェクトやドメインのインターフェースをまあ明確にしてそのオブジェクトであったりドメインというの責務を明確にした上でやり取りするとでそれは AWS のマイクロサービスの中でチーム間でも行うという徹底した考え方を用いているということがまあ読み取れます。 じゃあこの認証認可対象操作って分解していくと、まあ、認証認可に対してはセキュリティですよねで対象っていうのはまあよく言われるリソースで操作っていうのはまあアクション、まあ、ここをその対象っていうところをチームで操作っていうところをまあコミュニケーションですねで捉えるとまあチーム間であっても まあ組織機関であっても API コミュニケーションで成り立つと、まあ、そういうことが読み取れると思いますでこれって ROA というリソースオリエンテッドアーキテクチャですけれども AWS の API を見るとすごくあのこのリソース ROA を意識した設計になっていると例えばクラウドフォーメーションのテンプレートを見ますと もうサービス間のリソースっていうのが明確に定義されていてすごくシンプルな API アクションで定義されているとここがすごくやっぱ大きいなと思ったんですねだからチーム間もこれでやり取りすると、まあ、そういうことを考えればまあ最初はもう本当にこんなことできるのかと考えたんですけども実際 AWS はそれをやっていると まあそういうところからです、ね、あの我々はもう同じようにできないかということを、まあ、一生懸命考えたと。でさらにですね AWS をいろいろ見ていくとですねいろ、まあ、んなサービスあ,るありますけれども、まあ、どれをとってもですね本当にオープンな標準技術に忠実に作られていると。 あんまり AWS 独自独自っていうところがあんまりないんですよねですからあるサービスを取っても別の OSS に置き換えるということも実際可能かと思いますでさらにですね設計指数に一貫性がありますんであのいろんなサービスの連携がすごくしやすいと、まあ、そういうのを API ドキュメントとかから読み取れるわけです つまりその我々のサービスとしてはですねこういうオープンな技術で作られた AWS のサービスというのは非常に使いやすいですし連携このようにですね AWS の考え方 API によるコミュニケーションをしなきゃいけないみたいな考え方っていうのは結局先ほど言った OOP や DDD の,の世界でいう複雑さとどう戦うかそれを あの組織にも適用しようっていう考え方なんじゃないかとこういうふうに我々は思っています,でそ,の結果とです、ね、その結果として各チームがや本来やるべき仕事に集中できるとそれによってイノベーションが起きるそういう考えなんじゃないかというふうにあの推測していましたで我々が AWS に移行するにあたって やった施策っていうのがやっぱりそのシンプル思考っていうところをやっぱりあの注力してやりたいと。で、ま、AWS の API 全てを API 制御できるという視点でですね、ま、大きく今回はですね5つの点で、えっと、ご説明していきたいと思います。それともう一つは我々の、えっと、AWS 移行にあたってですね 2つの大きなモチベーションっていうのをテーマにしましたで我々もエンジニアなんでいろんな課題をですねエンジニアリングで解決するっていうのがやはりあのすごく大事なところだと思ってますでさらに使いこここなすすす技術ここがすごく大事だと思ってます例えばこうこのカタログエンジニアになるなとこれトヨタの、まあ、よく言われてることなんですけども その機械に使われるのではなくて機械を使いこなすとそういう視点じゃなければまあ,あのうまいこといかないと、まあ、そういうモチベーションを持ってですねやろうというふうに進めてきましたでまず一つ目の施策です、まあ、セキュリティ事項なんですけどもこれエンタープライズの世界の中では本当にすごい大事だと思うんですよねでじゃあ AWS 見てみますと AWS もセキュリティが最優先事項と言ってますあのウェブのページ見ていただくと分かると思うんですけども、まあ、例えば SOC や PCIHIPAA、まあ、そういう第三者認証みたいなのがいっぱい取られてます。まあ、それ以外にもいろいろあるんですけども、まあ、正直ここまで認証を取れてるパブリックサービスな他ほかにないと思うんですよね。 で我々は仮説として考えましたと AWS はセキュリティレベルが非常に高いでさらにですね AWS に乗っけただけでセキュリティが上がるわけではなくこれは責任共有モデルといいまして、まあ、AWS の上にアプリケーションを作ってさらにそのアプリケーション上で高いセキュリティレベルを実現しなければ、まあ、当然のようにですね全体としてセキュリティは上がらないと。 ということでじゃあ AWS 上で高いセキュリティレベルのあるものとうまく連携することができれば我々のアプリケーションのセキュリティレベルを上げられるんじゃないかという視点になりました。でそれがですね AAA モデルって言ってるんですけども、まあ、認証と認可アカウンティングっていうところをえー AA モデルっていうのはまあこういう右の図にあるようなものなんですけどもまあこれ 3TR の構成でデータストアロジック層フロントっていうかあのプレゼンテーション層ですねでそこで REST API にするとでさらにその REST API のところで認可認証っていうのをきっちりやろうとでその外のアプリケーションとは REST で まあ例えばブラウザーですと SPA のことにしてしまえばえ全てこう REST 層レストでのインターフェースを取るということにしてしまえばまあ一元管理ができます一貫性管理ができるとまあここもやっぱりシンプル思考だと思うんですよね。例えばここセキュリティがあまりうまくいっていないシステムを見るとですねこれ認可の部分がロジック層にこう散在してしまって。 まあ抜け漏れ発生することがすごくあるとそういうシステムを私は何度も見てきてるんですけど、まあ、ここが一貫性を持って管理できることができれば一定レベル以上のセキュリティレベルは担保できるはずですだから我々はそういう視点でまずアプリケーションを作りましたとで今度 AWS をサービスとの連携する部分でですね、まあ、このように AAA モデルと AWS のサービスを組み合わせるにあたって まあ当然 API 層がありましてそこを IAM とうまく融合するとで IAM はすごくあのセキュリティとしてですねすごい扱いやすいですしシンプルで分かりやすいと本当に強力なセキュリティのシステムだと思うんですねでこれを組み合わせることによって我々は我々のサービスの3ティアの考え方と AWS の各サービスのレイヤーとの組み合わせを まあこういうスリティア構成を作りましたと。これによってクラウドネイティブを実現しています。でですねホワイトハッカーまあ先ほども言いましたけれども我々があのまあ連携しているチームホワイトハッカーまあ外部の会社ですけれどもまああの本当にスキルの高いチームなんですがここと、えー AWS で作ったさっき言った 3TR アのアーキテクチャそこのですね診断をやっていただいております、まあ、単なるもう診断ではなく本当にハッキングしていただくようなそういうところまでやっていただいてるんですけども、まあ、このチームとはですね設計段階から連携していてこのアーキテクチャに対してどうだとかそういう検討を一緒に進めながらやってきております、まあ、その結果ですね あの実際に診断やった結果ですねホスティングシステム時代よりもですねも,うものすごいもう効果が出てると、まあ、先ほど5分の14分の1って言いましたけども、まあ、本当にあの、まあ、正直こんなに効果が出るものなのかっていうぐらいあの我々としても驚いてると、まあ、そういう状況であります。 で当然のようにですねあの、まあ、社内でですねこういう考え方でこういうものづくりするっていうことがすごく大事だっていう、まあ、アピールもなってますし、まあ、これによってですねいろいろ社内でもやりやすくなったっていう面もあります。で次にアーキテクチャーで以前はですね我々はホスティングのシステムを作ってましたと。でそれをクラウドに変えることによってですね やっぱりその AWS を使いこなすっていう考え方のもとからするとですねやっぱ我々の知識や経験が足りない部分がありますとじゃあこうクラウドエンジニアみたいなのを要請しないといけないですねとでも本当に徹底的に勉強しました、まあ、ここに書いたのもほんの一部だと思うんですけどもクラウドを使うにあたってやっぱ勉強しなきゃいけないことはいっぱいあると思いますで我々は それ全員に対してやるっていうのはやっぱり効率的じゃないということで、まあ、ここにありますようにその、まあ、各サービスチームからですね代表を選んで、えー、運用チーム、まあ、品質部門チーム、まあ、そこからですねその優秀なエンジニアを引っ張ってきてこうやってチームを作りました横串のチームですね。でここはですね本当に役職とか年齢関係なくあの能力の高いやつ。 を選んできてチームに入れてますでさらに AWS のサービスにありますように、ね、プロフェッショナルサービスエンタープライズサポートこの方々と一緒にいろいろ勉強したり検討したりいろいろ教わったりするとで最終的な目標としてはですねフ,ラスフルスタックエンジニアをここです育てたいとでここをアーキテクトとして各チームに配置して各チームを底上げすると、まあ、そういう体制を取ってきております。 でまああのシステムの一部なんですけどもこういうアーキテクチャのものを作りましたでもポイントとしてはもう粗結合でシンプルなものでクラウドネイティブであってでマイクロサービス 3t や、まあ、こういうテーマで作っておりますでこれマイクロサービスなんですけどもこれちょっとまだシステム的にまだ古い構成なんですけども今そのマイクロサービス視点で移行できる設計検討をしております でさらにその先ほどのアーキテクトチームでですね、まあ、アーキテクチャ基準セキュリティ基準マルチテナンシー基準とかこういう基準をです、ね、みんなで作り上げてきましたでこれを各チームにあのですか、ね、基準として提示してこの通りやってくださいと。まあ、最終的にはこれができないとですねその自動化であったりそういう監視であったりっていうところが、まあ、統一的に一貫性を持った形で 提供できないということでこれはもうルールとして徹底させるということをやってきました。で次にですね自動化、まあ、よくあの言われてる人間の自動化、まあ、トヨタさんがよく言われてる、まあ、フルオートメーションではなくてセミオーートメーションの考え方ですね人が必ず改善することによってその自動化をより改善していくっていう考え方なんですけども。 まさにそこを、えー、とどういうふうにやるかと。で我々はその自動化の目標っていうのはまあ高校に挙げてるようなものとして考えています。で開発から運用評価さあの、まあ、評価であったり運用であったりっていうところが全てカバーできること。まあ、デ VOPS ってよく言うと思うんですけどもあこれデブデブになってますね。 が連携できることとがすごく大事だと思ってます。でさらに継続的インテグレーション、えー、次は各部門が本来やるべき仕事に集中できると、まあ、テスタビリティを上げる、まあ、開発リリースまでの時間を短縮する、まあ、品質を作り込める、まあ、あと右下にありますようにリーンの発想ができると、まあ、こういう目標を掲げて、えー、と CI プラットフォームというのを 構築しましたまた、あ、例えばデブオプス視点でいうとまあこの自動インフラの自動化であったりバージョンコントロールをシェアしたりこれはまあボタン一発でデプロイみたいな意味ですねあとメトリックスを共有したりまあアラート通知あとテスト駆動とまあこういうことができるっていうのがデブオプスの視点なんですけどもまあ我々そのエンタープライズの会社でいう まあヒンポ部門運用チーム、まあ、セキュリティーチームって分かれてたりするんで、まあ、そこがあのみんなで一緒に共有できるシステムということで自動化を作ったっていうのがこれになります。でもうちょっと中を言いますと例えば、えー、と開発者っていうのがこう左下でもう日々コーディングしてテストして。 ここをやるんですね、まあそうすると、まあ、自動的にですねゴールデンイメージが作られてクラウド側にデプロイされて E2E、まあ e、テストというのがこれボタン一発でできるようになってますでここではもう日々改善してぐるぐる回していくと。でさらにそれが貧乏部門が、まあ、テストできる状況が整ったらですね貧乏部門に スタックを渡しますそうすると貧乏分がそこでテストをするとでそれで OK だったらその、まあ、リリーステストというのをやって、まあ、リハーサル環境を作ってそこで環境をテストして、まあ、本番環境一番右側のところでブルグリーンデプロイメントをするとだからもうこれ全部例えば人が介在しない形でも、まあ、できるんですけども まあ人が介在するところを作った上で自動化しているとでそこでやっぱりすごい大事なのは、まあ、左上に書いてあります、まあ、計測ですね、まあ、いろんなテストを自動で行っているんですけどもそこから出てくる、まあ、ログであったりデータであったりというものから、まあ、メトリックスを取ったりですねそこからアラート通知が自動で飛んでくると、まあ、そういうところをカバーすることによって まあ効率的に作業していくとあとテスタビリティに関しましてはその、まあ、製品の機能を作るだけではなくて自動環境も一緒に作りながらやっていくとでこれによってすごい効率的に各チームが作業できるというところを、えー、作ってきましたで先ほどちょっと特徴的だなと思ったんでここに挙げてるんですけども我々がやった中であのー まあよく言われる自動化デブオプスっていう話ですと一つの開発チームがですね開発からテストからリリースまで全て同じチームでやるこれはあの例えばスタートアップがやっているやり方だと思うんですけども我々それ本当はやりたいです。やりたいんですけどもまああの従来からやっているその まあ会社の基準であったりそういうところからですねそう簡単にはそういうところに一気に行きなかったんですね。ですので、まあ、左上の方にありますようにですね開発チームと QA セキュリティーチームあと運用チームここがですね同時並行してテストできるとそれぞれ部門で分かれてできるという構成を構築する必要がありました。まあ、例えばあのここにありますようにです、ね、開発が ゴールデンイメージを作ってそこからスタックを作りますでこのスタックからですねそれぞれの環境がその QA であったりセキュリティ部門であったりっていうところが作れるようにしてありますでそれを実現するときに、まあ、ポイントになったのはあのここに「縦」と「横」って書いてありますけども縦はサブネットですねこれ3ティアの構成をこう作りますとで横の方はですねセキュリティグループで分けています でこうすることによってスタックでそれぞれの開発がやっているもの QA がやっているもの基本ソース構造みたいなの同じです。ですがセキュリティグループだけ違って、まあ、お互いを侵食しないというこういう壁を作ってテストすると、まあ、こういうことによって開発,を効率あの開発から運用までを効率的にテストするというようなことをやっております。 で次にですねブル,ーグルブルーグリーンの話ですけれども、えー、とここはですね我々のポイントとしてはですね先ほどあのスタートアップの場合ですねブルーグリーンやる場合 ELB のところでこうインスタンスを切り替えて,てやっていくと思うんですけども、まあ、先ほど説明しましたようにですね我々は各チームが扱うのはスタックなんですね。 なのでスタックでこう切りり替えていくととちょっと戻ります、えっと、我々が本番環境に適用できるのは品質部門が OK を取ったものと同じでなければいけないと、まあ、そういうまあ基準があるんですね。ですのでそのサービスの中の一部分だけこう入れ替えるっていった時にそれが。 それをてあのなんですかね貧乏部門がチェックしたものと同一性を持たせるっていうのは非常にオペレーション的に煩雑なんです,、ね、ですからスタックっていう単位で貧乏がテストしたスタックを本番に適用するっていう考え方を用いてますですのでルート53の部分で切り替えると。でもう一つ特徴的なところは。 ススステートレスとステーートトレとフルを大きく分けてますここはもうほぼ3ティアの考え方で、まあ、データストアレイヤーっていうのはほぼもうステートフルですでそれ以外のところはステートレスとでステートレスとステートフルを分けてブルーグリーンすると、まあ、ステートレスっていうのはもう基本 そのインスタンスの中にデータを持たないとインスタンスを切り離したり停止しても、まあ、その情報サイドを使うことはないと、まあ、そういうものをステートレスで扱ってますステ,ートレス,ステートフルは本当にもうデータベースであったりリーであったり一回入れたものをこう簡単に違うものに置き換えられない、まあ、そこを分けてブルーグリーンするって考え方を用いてます。で今度ここはですね ステートフルススックとということで、まあ、ステートフルをブルーグインする場合はどうするかっていうと、まあ、元ある左側のブルーのデータベースをレプ一回レプリケーションしてレプリケーションが終わったら切り替えるとこういうふうに大きくステートフルとステートレスを分けることによってあの全てをブルーグインできるようにしています。 でまあ、イミュータブルの考え方なんですけども、まあ、ブルーグリーンするっていうことはイミュータブルだと思うんですけども、まあ、全てオールグリーンになったスタックそのものが本番で動くっていうのがすごくあの大きいですあの。スタートアップでやられてるところで、まあ、切り戻しみたいなこうデプロイしたけど何か問題だったらすぐ切り戻すでそういう考え方がですね なかなか我々の会社で受け入れにくいところがちょっとありましてまあオールグリーンになったスタックをそのまま適用すると、まあ、ただそれでも問題あった場合は切れ戻しはするんですけれどもなかなかそういうところがあの、まあ、会社調整とか難しいところがありまして、まあ、こういう方式を取ってますで当然のようにディスポーザブル、まあ、使い捨てですねでここにあるメリットってすごいなと思ってまして 僕は最初から狙ってたわけじゃないんですけどももしですねこうインスタンスがウイルス感染してしまったような場合です、ね、もう本当に勝手にこう使い捨てちゃえばいいんですよねそうすると勝手にこうオートスケーリングでみたいで上がってきちゃうと、まあ、スタックに関しても同じです自動化一発で新しいのに切り替えちゃえばいいです、まあそういう意味でもすごくメリットがあるかなとであとまあすごく効果があるのはシンプルになるとオペレーションが本当にシンプルになるんです スタック単位で切り替えるっていうのはあのすごくあのボタン一発でできちゃいますし何かあればスタックを戻すとさっき言ったように使いしてもできるとここはすごく我々としてもあのやってみて分かってきたっていう効果だと思います。でこれもですねもう AWS が本当に全て API 制御できるからすごく簡単にできるっていうところがポイントでした。 で API によるコミュニケーションって、まあ、先ほど言いましたようにチーム間も API でコミュニケーションすることだとでそれによってですねそのチーム間の密結合によってあの発生する無駄な作業っていうのが抑えられると思うんですねで我々もですね API コミュニケーションしたいとでチーム間でこう開発同士はもう API コミュニケーション で開発と評価部分はテストケースによるコミュニケーションとでセキュリティ部門とかのコミュニケーションはもうログとかアラートですで運用と開発に関して言うとテンプレートですもう AWS は本当にデプロイする時にもう全部ネットワーク設定だったり何でもかんでも,です、ね、もうテンプレートに記載できるんですねですんでここを見ればどういう関係あの設定しているかっていうのは一発で分かるんで ここは本当にすごいシンプルにできるとで、まあ、これによってですね無駄な作業っていううのを抑ええるようにえと考えております、まあ、これはまあクラウドフォーメーションのテンプレートですねこうテンプレートをこうチェックするとこれまだこれからちょっとやろうとしてるんですけどもこのテンプレートの自動チェックみたいなのを我々の基準に従ってチェックする自動チェックするっていうのをまあ作ろうとしているところです。 それからです、ねえー、と計測ですで。計測に対する考え方っていうのはですね、まあ、意思決定はデー,タについてデータに基づいて行うこれはまあグーグルが言ってることなんですけどもこれはすごく参考になると思ってこれを実践しています。まあ、つまりもう計測でき,てできるものはもう管理できちゃうとまさに先ほどあのテンプレートに書かれていることは全て事実なんでそれをチェックすれば その問題点は改善できると思います。というそういう視点であの分析した結果ですね AWS は API で全部制御できるということで API が呼ばれれば、まあ、人が何かやっても全て API で動くんですね。そうすると API からもログっていうのは必ず取れるわけです。だからこれを収集して分析すればですねもう管理監視観察通知なんていうのは本当に簡単にできると思うんです。 ホスティング自体と大きく違うのは取れないところがもう大量にあったんですねでも AWS の場合は全て取れるんですですからそこをちゃんとあのうまく使えば網羅的にカバーできるとすごくやりやすいと思いましたでアプリケーションとインフラ、まあ、ここはまあ 大きく2層あるんですけどもここ全部 API で制御できるようにしてしまうとそうするとまあ AWS のクラウドトレイルだったクラウドウォッチアラームとかもうこういうのはもうインフラ部分っていうか AWS 側のやつは全部取れますよねで我々のアプリケーションもきちん,きちんとそのログレイヤーをあのログの基準がありますんでこれに従って作ってくださいとそうすると全部監視できるようになるとでさらにそこから自動化ができると。すごく AWS 本当に ややりやすいですでこれで取れたメトリックスっていうのはですね我々はまあデイリーミーティングですねデイリーミーティングで毎朝ここにこうありますようにこうモニターで見てまあ昨日帰ってから会社来てる間のところの情報を見てここで何か問題あるんじゃないかとか昨日あのテストに回したもので何か出てないかとか、まあ、こういうのが見える化できるわけです。だそういういことによってですね まあこういうことを本当に昔からやりたかったんですけどもなかなかやっぱやりきれなかったただ AWS に行くとこれが割と簡単にできちゃいましたとそういう話ですでまあ最後にまとめになるんですけども、まあ、我々こ最初に出しましたようにですね、まあ、こういう成果を出せましたとただこれ最初からここまで数値出ると思ってなかったんですね 実際やってみたらこうなったと、まあ、正直僕らも本当にびっくりしてるんですで先ほど言いましたように6か月でどこまでいけるかなってちょっと不安あったんですけどもこれ先ほど言ったこう今までの自動化とか監視とかそういう時も全部含めてやれたと、まあ、そこは本当に驚異的でしたで、まあ、まとめますとですね AWS の API っていう視点からですね API アマゾンを使いこなすとでエンジニアリングが課題解決するとそういう視点でですねこう CI プラットフォームを作って、まあ、組織間コミュニケーションと、まあ、全部網羅したあの監視システムを作るこれによって QCD を実現していくっていうことができたかなとで今後はですねもうここのフローができてしまえばですねあとどんどん改善していくだけですね。 まあ、より高い QCD の実現に向けてここをあのより高めていく、まあ、こういうことができるフローになってきたかなと。でさらにですね、まあ、結構高いモチベーションを持ってやったんですけども、まあ、結果的にですね、それぞれのチームがですね、やるべきことが明確になってですね、成果がどんどん見えるようになってきた。 以前の,そのホスティング時代よりもですねもう人が本当に元気になったっていうのが本当に実感できると、まあ、こういう AWS を使った上で,ですねもう考えてもいなかった効果が出ているともう非常に我々としては本当に嬉しい状況であるんですねでまあ,あの本当に AWS を使うことでですね、まあ、我々がすごく元気になって あのまあ、我々メーカーですからエンジニアが元気になるっていうことはやっぱりすごくやっぱいいこと大事なことかなと、まあ、そういう環境を提供してくれた本当に AWS というのは本当に感謝していると、まあ、これからもですねこういろいろ改善して、まあ、QCD を開けていくということにまあ注力していきたいなと思います、はい、今日の話は以上になりますがどうもありがとうございました <laughs> 柳田様よりご講演いただきました。ありがとうございました。